市民球場です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はベテラン山井、対するホークスの先発は右の石川、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の山井マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは佐藤。背番号30。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ドラゴンズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で滝野、第1球投げた、初球を打ちました、三遊間ライナー破っていった、武田その間にホームへ、ドラゴンズ1点入りました。4対0、ドラゴンズリードで迎える4回です。先ほどタイムリーを放っている滝野投げた、インコース低めいっぱいストライク、まずは見送りました、決まってストライク、バッター追い込まれました、投げた外角高め、直球は外れてボール、次は4球目投げました、打った、レフトへ飛んだ、取ってこれで3アウトチェンジ。ドラゴンズ結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の裏が終わりまして4対0です。ドラゴンズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で滝野、カットボールはボール、投げました、見送ってストライク、投球はこれから3球目、打った、1、2塁間へ、1塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。ホークス何としても得点を挙げたい9回です。バッター野村、スタンドからは大きな声援が上がっています。打った、ライトフライ、飛距離は出ていません。滝野掴みました、試合終了です。山井見事な完封勝利、ドラゴンズ見事勝利です。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手山井、敗戦投手石川でございました。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。